大家好、水戸夏目です。もしもし日本フェスティバル2015 in 台北に出演します。台湾はこれで4回目になります。4回目に行くことになるんですが、台湾の方はすごい優しくて気さくなイメージがとてもあります。この間も台湾に行った時に道に迷ったらすぐこう教えに来てくれて本当に優しいなって思いました。メジャーデビューしてから初めて台湾でライブをさせていただくので、やっぱりこの前髪切りすぎたを皆さんと一緒にこうチョキチョキってできればすごく嬉しいです。台湾の皆さんはすごく盛り上がって、くれる印象もあるので、ぜひぜひ楽しんでください。私のおすすめの日本カルチャーは漫画です。特に、ハイキューという漫画にハマっていて、バレーボールの漫画なんですけど、すごく青春が熱くてキャラクターが濃くて、皆さんにもぜひ見ていただきたいです。台湾はとっても熱いと思いますが、私もメラメラ燃えています。そして皆さんで熱いフェスティバルにしましょう。もしもし日本。